こんにちは。こんにちは。今日は、はい、岐阜県大野町でめっちゃ有名な水方塾さんに来ております。水方塾さんの一番の特徴は、子供が自分で進んで勝手に勉強するっていう塾になってます。すごい。早速行ってみましょう。うん、行ってみたい。黄色いなぁ。これは誰のセンスなんでしょうか。特徴的なのは、まずお庭にバスケットゴールがあります。さあ行ってきます。水方塾です。あ、はい、どなたですか。お邪魔します。はい、代表の山本です。年齢は、はい、32歳です。あれ、あなたは誰ですか。弟の翔志郎です。28歳です。妹の美優です。26歳です。猫、名前は。名前はありません。じゃあチコにしよう。チコ、チコ。マラちゃんとか野生の猫を保護してるんで、うん、割と頻繁に塾に猫がいます。里親募集中ですね。募集中ですね。あ、じゃあ名前つけんとこ。まだほら入ろうとしてる。教室を見せてください。はい、こっちです。はい、お願いします。おお、広い。20人弱ぐらいは余裕で座れるかなって感じですね。学校やん。黒板でか、うん、こんな塾ある。はい、普通ホワイトボードとかじゃん。うまいね。学校やん。え、見て、ルンバある。すごっ。ルンバもあるけど、この何やったっけ、スプリンクラー。うおー、まだまだ部屋があるんですね。はい、行きましょう。行きましょうか。すごい、なんか本もいっぱい置いてくれてる。漫画もあるやん。なんでこんなに本とか漫画置いてくれてるの。いきなり教科書読むとね、ハードル高い子もいるんで、うん、とりあえず漫画から読んでもらって、うん、文章がちゃんと読めるようになってくれたらなって感じです。私のおすすめはギャグ漫画日和です。めっちゃ面白い。これ死ぬほど笑うやつ。あれ、生徒さんですか。あ、はい、勉強中なんで。あ、何、申し訳ないでください。あ、すいません。ちなみに何読んでるんですか。メゾン一国ですね。さっきのが授業をする部屋で、ここは自習室ですね。あ、はい、自由に使えるんですか。塾が空いてる日はタダでいくらでも使えます。最高やん。学校終わりに早く来て、ここで勉強とか宿題もできるってこと。そうですね、受験前はもう本当に学校終わったらすぐって感じだね。おー、いいな。魅力的な部屋となっております。2階に上がります。ここは自習室なんですが、個別ブースになってるんで、うん、よりこう仕切りがあって落ち着いて勉強できる部屋ですね。え、ここも自由に使っていいとこ。はい、ここもタダです。すごい。生徒さんですか。あ、はじめまして。こんにちは。どうやって生徒さんが自分で進むように勉強するようになるんですか。ただ書いたり読んだり問題解いたりっていう作業が勉強だと思っちゃってる子がすごく多い。じゃなくて、勉強ってなんか能力が上がったり、知識が増えたり、計算ができるようになったり、そのできるようになる部分だと思うよね。そこに注目できずに、ただ書いたら OK っていう風になっちゃってる子が多いから、そこをちょっと修正してあげる感じかな。作業系じゃなくて能力アップ系ですね。そうそうそう、作業で終わらずに多分学力が上がればいいと。2階の2つ目の部屋です。はい、ここはどういうお部屋でしょう。こっちも同じような感じなんですが、はい、はい、こちらを見てください。はい、食事とかおしゃべりとかゲームとかイチャイチャするの全部禁止です。すごい。あ、またここにも生徒さんがいらっしゃいますね。もしもし、こんにちは。あ、すいません。やっぱりこういうね、あ、私喋り出した。こんなでもさ、ずっと勉強とかは厳しいけどさ、うん、ちゃんと休める部屋もありつつ、うん、ちゃんとやるときはやるっていうメリハリつけれるのがこの塾が気に入っている理由です。あ、なるほど。ちなみに、あの北大の薬学部に受かってますが、秘訣を一つだけ教えてもらえれば。大学受験の時は、高校3年生の時に人生で初めて塾入って、それがまさにこんな自習できるところやってんな、うん、授業とかはほぼなくて、ひたすらセンター試験とか解いて、その解いたやつを友達と答案見せ合って勝負ができるんやって、うん、
それが楽しくて、うん、過去問とかめっちゃゲーム感覚で解けてたのが良かったです。自習室って大事やな。自習室大事。どちらかというと授業より友達と隣ではやってるんやけど全く会話せずやれるっていうのは環境すごい大事。授業で点数上げられるのって結構限界があるからね。いかに自分でできるようになるかって感じよね。反復練習正解。急に甘えるやん。この子はテト君です。テト君一匹目に保護した子ですね。わあ、ヌシや。かわいいの。今何匹おんの？今保護してるのはというかうちにおるのが3匹ですね。今までトータル何匹保護してんの？トータルで10匹近くはいたね。親探してんの？あ、そこ親さん探してるよ。すいません。はい。ここは卓球クラブですか？なんで卓球台置いてるんですか？まあ、受験生だと運動不足になりがちだからちょっとここでね、体を動かしてもらおうっていうのと、やっぱり頭を働かせるためにはね、血流量を上げて多少運動をしないといけないので、そのためにあります。はい、ありがとうございます。卓球場の隣は、ここは何の部屋ですか？はい、ここは個別指導の授業を行う部屋です。へぇ。個別指導は集団授業と違って先生が前に立って授業をするわけじゃなくて、生徒一人一人に合わせたメニューを決めて各自が課題に取り組むことになってます。なるほど。あとは逆にもう自分でもうほとんどできると、解説だけしてほしいっていう生徒さんが利用してます。体験は2回までやってますんで、雰囲気だけでも見に来てくださいね。はい。猫ちゃんに会いに来るだけでもいいですか？はい、もちろん大丈夫です。遊びに来てください。わーい。